今回は発達障害の診断と心理検査についてまとめていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、発達障害の診断ということでご相談いただくことが多いんですけれども、この発達障害どういうふうに診断してるんですかという話をよく聞くことがあります。あとその中で心理検査、いわゆるウェイズ検査のような知能検査、そういった心理検査をさせていただく場合が多いんですけれども、じゃあ心理検査はどんな意味があるんですかと、診断と心理検査の意味はどういうことがあるんですかということをご質問を受けることが少なからずあります。そのことについて今日は見ていきたいと思います。まず発達障害の診断ということを、シンプルに見ていきますと、この右の図のようになります。基本的にまずは自覚症状、今の症状、子供の頃の症状がどうかということが一番土台になるんですけれども、これらは自覚症状、自分ではこう思ってるけれどもという症状なので、外から見てどうかというところ、客観的にどうかということは大事になります。そのために客観的なものとして心理検査などを行いまして、自覚症状と客観的な症状両方を照らし合わせて、発達障害の特性、あと困りごとがどれぐらいあるかというのを見て正式に診断をするという流れがあります。症状なんですけれども、症状はまず今の症状、不注意であったり人間関係やりづらいであったり、今どんなことに困っててどんな症状があるかというのも非常に大事です。一方で発達障害の場合は子供の頃からずっと続いているということが非常に重要ですので、子供の頃、特に小学校の頃ですね、の症状がどうかというところを合わせて見ていきます。子供の頃から同じ困りごとがあって今も不注意などがあるとすれば、その発達障害の可能性が上がりますし、逆に子供の頃は全く症状なかったけれども1年前落ち込んできてから不注意があるとすれば、これはちょっと違う可能性が高いということになろうかと思います。で、この自覚症状はあくまで自覚症状ですので、人によっては自分ではすごい症状あると思ったけど周りから見るとそうでもないという方もいらっしゃるでしょうし、その逆で自分ではそんなに症状がないと思っていても周りから見るとすごい症状が目立っているというふうに言われる方もいらっしゃいます。そのため自覚症状も大事ですけれども、客観的にどうかということを見ることはやはり大事です。で、そこで一番メインになるのが、心理検査になります。詳細は後で説明しますけど、客観的にどうかを心理検査で見ていくということになります。その他のものとしての、通知表であったり客観的なものと、幼少期のものを見るというやり方ありますけども、大人で診断を受ける方だとあまり情報がないことが多いというのは正直なところあります。もう一つが、面接の時のご様子というのはあります。これは面接の時、心理検査の時両方含まれると思いますけれども、やっぱりご様子としてそういう、人間関係のやり方とか、あと注意が集中が続きにくい続きやすいであるとか、そういうところはもちろん参考にすることがあります。で、心理検査なんですけれども、ここに挙げていますけれども、主なものとしてはウェイズ検査、いわゆる知能検査になります。で、それを補うものとして自分で質問に答える検査、あと描画テストといって絵を描くような検査、あと体の原因がないかの採血などということがあります。で、主な検査のウェイズ検査ですけれども、これは、いわゆる知能検査でありまして、約2時間ほどでいろんな問題を解く検査になります。これによって全体的な、いわゆる IQ も出ますし、どういう分野が得意でどういう分野が苦手か、あと得意と苦手のばらつきがあるかなどが見えてきます。客観的にどうかがいろんな面で見えてきますので、客観的なものを見る上で非常に重要な検査です。ただこれだけで診断がつくわけではないので、先ほどの自覚症状も大事ですし、補助的な検査も合わせて行っていくことが大事になります。補助的な検査として、いわゆる自記式、質問に自分で答える検査、それで点数が出るという検査があります。これも参考になりますけど、あくまで自覚症状なのでそこの限界はありながらも参考にしていきます。あと、描画テスト、いろいろ木を描いたり絵を描いたりするんですけれども、これは客観的に
自覚症状とは違う、まあ、よりその潜在的なところが出てきます。まあ、これでも特徴が出る場合もありますし、あともう一つ大きいのが何か他の脳の不調などが隠れている兆候がないかと、他のものの除外というところも目的であったりします。で、まあ、採血に関しては、まあ、例えば甲状腺の不調とか体の原因を除外するという意味があろうかと思われます。まとめと言いますか、もう一回診断のことを最後まとめていきます。発達障害の診断、まあ、基本的には症状が子どもの頃今続いているかどうかということは一番土台ですけれども、自覚症状であるがゆえに弱点があります。そのためそれを補完するカバーするという意味で心理検査などを行って両面から診断をしていくということをさせていただいています。今回は発達障害と心理検査ということでまとめてまいりました。